こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も参考者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、松はまさに年を添えて久しです。松の老木が年を重ねてなお緑艶やかでめでたいということ、おいてなおいよいよ盛んなめでたさ。年を重ねることは老化ではなく、ますます磨きをかけることです。松はまさに年を添えて久しを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。